皆さんこんにちは、ゆうです。今回初めてのまともなボスかな、ボス戦をお見せしたいと思います。今回少しゆっくり戦ってみようかな。反撃をガンガン入れると、パターンが多くなっちゃうからね。これで余裕を持って確実に次のパターンを見て、こんな感じで後ろ蹴りもあるね。これもまあ、近くにいれば弾くことはできますが、こんな感じですね。なるほど。おい、 OK、 来い来い、ナイス。ここまででポイント補足しておくと、2連目が3連攻撃の2連目はちょっと出が早いので、しっかり見てガードするということと、あとガードした後に細かい攻撃をあんまり入れない方が安定しやすいです。ちょっと今のあれだな、鍵縄が使えなかった。鍵縄は普通に使えるんだけど、こうやって鍵縄を使った後に攻撃するチャンスはもちろんあるんですけど、そこで 2,3 発入れると、敵が素早い反撃攻撃をしてくるので、まあ、あまりそれもしない方がいいですよね。こんな感じですね。今の叩きつけ非常にダメージが多分大きいと思うんだけど、はい、こんな感じ。あんまりボスに近づきすぎてもちょっとやりにくい、ガードしにくくなることがあったので。来た。これは一歩下がってから今みたいに入れましょう。一歩下がらないと当たります。ちゃんと当たるように作ってるんだよね。それがまあ素晴らしいなと思うけど、あ、すかしてる。来い。それかよ。はい、終わりかな。終わりだよ。ほら、忍びエクスキューション、戦いの記憶ですね。初めてかな。はいはいはい。あ、そうか、戦いの記憶、これでなんか強くなるんですかね。強化ギシュニングの作成ということで、なるほど。戦闘中に言えなかったことの補足説明です。ボスが離れていくと鍵縄を使えると思うんですけど、あの時は必ず使うようにしてくださいっていうことですね。まあちょっとあれをしなかったら突進攻撃に発生した時に非常に避けづらいのでっていう点ですね。ボスの動きが怪しい時、離れていこうとした時はすぐに鍵縄を使える準備をしておくっていうのがまあポイントです。今回の成長メニュー解禁。あ、体幹に与えるダメージが増加だって。これ熱いな。あ、攻め力、攻め力か分かんないけどが成長すると敵の HP と体幹に、ああはいはい、単純に攻撃力が上がるって考えていいんだよね。いやいや、敵の HP が上がるんだったら困るわとか思って敵が強くなるだけかよとか思って。違ったわ。これでなんか、なんか今出てたんだけど見えなかった。狼殿。ああ、持ってないか。死体はまだ分かりません。あなた返事。分かった。ではまた。多分この声優さんの声好きだ俺。お前さん、面白いものを手に入れたな。それはカラクリ頭痛。
忍び義春の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。はいはい。仕込む。何これ、これじゃなくて、あ、強化義手人具の作成データ、銭を消費して、ははは、なるほどね。強化義手人具作成後も強化前の義手人具が失われることはありませんっていうふうに言ってますね。これはたった200で作れるんですか？あ、アイテムが足りません言ってる。あ、なんかいる。鉄くずってのがいる。そうなのか。うわうわ。うわうわ。必要な素材が。うわ、集めないとまた。からくり筒が仕込まれていれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。使えそうな筒薬を見つけたら、持ってくるといい。ほう。これが2、これがいるんだね、とにかく。鉄くずとこの。うん。はいはい。了解です。スキルもこんな感じですね。ちょっとスキルポイントが全然足りないかな。全部取るには。あ、来た。攻め力か攻め力。あ、うわ、足りてねえじゃん。あ、はいはい。あ、あ、強化できたわ普通に。ああ、そうか、戦いの記憶、あ、だけ、あ、なるほど、戦いの記憶が足りないだけかこれ。はいはいはい、やりました。攻め力が2になりました。これで攻撃力上がって、ザコもちょっと簡単に倒せるようになったんじゃないかなと。それでは続きのボスはまた次回にしたいと思います。チャンネル登録、高評価などぜひお願いします。あとコメントもね、お気軽にどうぞ。前回たくさんですねコメントをくれてありがとうございました。いや本当見覚えのある方がたくさんですねいらっしゃって、まあ大変嬉しく思います。引き続きご覧いただけましたら幸いです。ありがとうございました。